はい、どうも、ジョージ TV です。今回もウィニングイレブン2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、ちょっと遅れたんですけれども、FP ね、引いていこうかなと思いますよ。今週の FP。はい。ベンズマ。ベンズマがいるんですよね、今週は。まあ、ついにね、まあ、来週というか、多分出す日は今週だと思うんですけど、はい、まあ、FP が来るということでね、はい、まあ、前回だとこのベンゼマ来てたりだとか、あとはえぐい。でもなんか、ちょっとあれだよね、そんなにベンゼマぐらいかな、欲しいのって。まあそうだね。他の選手的にはなんか、ファンペルシー。ロビン・ファンペルシー。はい、まあそんなにね、スピードがやっぱ厳しそうな感じもありますけど、あとは。これが DMF。これなんどうした？アンカーか。うんうん、インターセプト、なるほど、センターバック、はい、はい、クアラレッラ、はい、はは、あ、ジョアン・カンセロね、これ結構強いっすよね。51枚持ってなかった、ね、いや持ってなかったかな。あ、スーパーサブ持ってんじゃん。ポジショントレーナーつけて中盤とかつけて面白いよこれ、結構。確かにこれは欲しいかな、ジョアン・カンセロはね。うん、まあ、ベンゼマが一番欲しいですけど、さっきの選手もなんかキエザね、キエザも結構いいよ。ああ、チェイシング持ってんの。でキーパーでしょ。で、まあ、こんな感じ、まあ、ベンゼマとカンセロかなといった感じ。狙いでいきましょうか。2個まあ来てくれれば完璧やな、まあ、いいかなっていった感じなんでね。さあ、ということでいきましょう。来るかベンゼマ。ベンゼマ、ベンゼマね、買ってみたい気はする。いや、意外とハマり収まりいいかもよ。アプリとかでもやっぱ十分ワントップとすごい輝いてくれるし。あれ、あ、イタリアじゃん。ジョアン・カンセロじゃね。え、あ、違う、あ、金の場合もあんだな。そう、金の場合もあんだな。はい、こっちか。これセンターバックの選手だな。トリノかな。どうなんだろう。はい、はい、イッツどう、能力は。ああ、まあでも、まあ、ちょっとね、この大戦国 FP 時代においてはね、可愛い FP に入るかもしれない。そう、ベンズマはちょっと使ってもないんだけどね、個人的に。まあそうだね、まあ、そんなに簡単には。まあでもベンズマ来る感じもあるんだよね。なんか感じだよね、ああいう中あたりぐらいのは。あ、おい、次こそカンセル来い。かぶるはないよね。うわぁ、そっちって感じ。終わったー。3連続これ来るんじゃない。えーつ、マジか。デジャブ結構、まあ最近、まあ良かったけどさ、ただね、今のゲットできなかったよ。すげえイタリア率、これやべえよ。3連単だったらやばいね。3連単かもしれない。たまーにあんだよ3連単、まずいってマジで。お、あーランデー。あ、一応黒ですけど。どこの人なんだろう。さあ、ファンペルシーじゃないな、これ中盤だな。あー、なるほど。どうなの、オムレションで44、2列目飛びだし。あー、あー、まあレベル上げたらまあそこそこだけど、まあ2ずつぐらいか。だって持ち物によるな。あ、ねえ、いや、これはこれはちょっと大戦国 FP 時代においては。ただね、こっちなんすよ。ああ、今回このバイアレバークーゼンの方が結構いい選手がいて、まあ、キーパーはまあこんな感じなんですけど、うん、まずこのユリアン・ブランとかですね、スーパーサブ持ってるんですよ。おお、すごいじゃん。で、しかも55まで上がるんで。なるほど。この能力値なんだよね。結構よくない？結構マジで強いんですよね、ブランと。普通にえぐいぐらいのいい能力値してるんで、うん、まあ、ブラント当たりですし、あとラースベンダーね、今回アンカーで DMF かなり強いんですよね。グランドパス、フライパスあって、ラースベンダー、ヘディングディフェンスエース、ボールダッシュも共にありと。スピード瞬発ちょっと気になるけど、まあ、後半も6あるし、インターセプトマンマーク、マンマークインターセプトキャプテンし、まあ、185センチといった感じで、あ、強そう。ぜひ欲しいですね。で、こっちのね、ベンダーもね、まあまあなんですけど、まあ、スピード78、瞬発72。ここがどう響いていくかね。まあ、後半7と。まあまあ、まあ、まあ弱くはないけど、うん、まあ使うんだったら、セッターバック。プレースタイルもハードプレスっていうよりかは、前目。この選手めっちゃ真ん中までできるな。DMF とか、CMF かね。で、ヨナタンターはね、強いっすね、普通に。多分結構マジで強いと思いますよ。56なんで、まあ2、3ぐらい。
だから多分スピードは85以上は超えてくるし、瞬発で関しても75いくかいかないかぐらいだと思うんで、あと持ち物的には何なんだ、減ったまんま、減ったまんま、インターセプトの好きでは強いかもしれないですね、うん、ヨナタンタでウェンデムね、まあ、左サイドバック系のこの足早い系はもう結構いるんでね、なるほど、まあ、ウェンデムもまあ別に悪くはないかなって感じ、はい、ただまあ一番の大当たりではないです。ああ、この選手もでもなんか、この選手もまあなんかスピードっていうか、多分全体的にバランスがいいラインブレーカーの選手ですね。持ち物がちょっとあれだな。そう。で、まあ結構ね、たびたび耳にしますけど、このハフェルツ、はい、これが強いというね、今作、今作というか今回の FP、19歳で、まあ、74レベル差あって、188センチのオムで2列目飛び出して、これ CBM できるんですけど、まあこんな感じと。まあこれ74だから、なるほどね。78、76ぐらいか、67ぐらい上がるのかな、がっつり。これは強いと思います、ね、強い、うん、またちょっと決定力がオムで使うと、そうあれで CMF で使うとちょっとディフェンスセンスボラス気になるかな、足りないっていう、ワンタッチパス持ってるんですよ、まあ、でかいからね。でもまあミリンコピッサビッチも今週が確か調子よくて2列目飛び出したんで、誰が欲しいのかな、まあまあまあ、ラースベンダーですね、ラースベンダー、アンカーが欲しいですね。アンカーの FP って今俺ブスケツ使ってるんですけど、はいはいはい、まあなんか使ってみたいですね、ラスベンダー。なるほど、ラスベンダー何何番だっけ、あそういうの見る、そういうの 見、まあ、見ない方がいいか、そういうの見ちゃうともう、そうあれ誰だっぽいんじゃない、あれ速そうだな、ベンダーじゃないな、足速そうだ、あ岩田あったんじゃない、いやこれは結構いいぞ、あ待ってウェンデル、あった、ヨナタンター、あ結構マジでいいよ、よいしょ、強いよねこれ絶対、だって55に行くんだよ、あー育てるべき、194だよ、強そう、だディフェンスエースが86か、まあでも、50何56ってことはまあ大体、まあ、894ぐらい上がるから、89ぐらい、いやまあ悪くないっすね、悪くない、これラースベンダー引いちゃいましょう、ここでラースベンダー引けたらでかいっすな、ブラントでもいいんだよな、ブラント、ブラント、ブラント、どうやささあ、お願いしますよ、かぶりやね、やだからね、お、かぶりじゃないぞ、誰だ、お右になんか、テーピング、あ、マイケーかな、あシュート、シュート、あ、ブラント、あ、ブラントいいじゃん、めっちゃスパサブ、おいこれいいよね、めちゃくちゃスパサブのこのね、あの真ん中もできるってことなんですよっていうねいいよね、普通に、いや、めっちゃいいでしょ、絶対強いよ、これスパサブで、これはあレベル上げないとな、あーこれ結構いいんじゃない、今週 A じゃん、いやバイアレバークーゼ、今週使いたいね、ベンチ入れたい、今週スパサブがね、俺ね自分でつけたメッシとメッシぐらいしかないんだよ、メルテンがね、あれだから、あとインシーニェとかもなんか普通のやつ、これでベイダー来たらもうベンダーねベイダーベンダーカムーン、ベイダーこの評価で勝ったんだよ、もうちょっと総合格闘技の話あいお、あかぶりじゃないね、じゃない、じゃない、かぶりじゃない、これどれ、あ、ラスベンダー8だよ、来たんじゃね、来たベイダー、あ、いいよ、めっちゃラスベンダー、ベイダーって呼びて、どうしても俺は、俺だ、え、めっちゃいいじゃん、超当たり、やったバイヤーレバークーゼンのユニフォームしよう、今日は、そうだな、今週はな、うん、そんな感じでチームカラーを決めていくと、44まで行くしね、いやすごい、育てがいのある選手が3選手も来たぞ、いいよいいよ、めっちゃよっしゃー、ということで、まあ、ベンゼマは出なかったんですけど、まあまあまあそれなりに、まあ、ぶっちゃけベンゼマはね、まあないないっていうか、うん、そんなに使うかって言われたら、あーって感じなんでね、ここにラースベンダーを入れたいですね、やっぱりアンカーなんで、なるほどね、ブスケツがね、まあ、使ったんですけどね、ちょいね、ちょいね、なんか、ね、守備的にはね物足りなさはまらなかったんよね、ラースベンダー入れとこうか、ラースベンダーと比較してみようかな、能力値ブスケツ、なるほどね、はい、これブスケツ比較すると右がブスケツですね、そう、まあやっぱ上の能力値ね、ブスケツすごいんですけど、でもブスケツの方はさ、ディフェンスセンスとボール出しも高いよ、まあ、でもちょっとこれレベル上げてるんですよね、ブスケツが34まで上げてるんで、まあ4レベル上げてるといった感じで、ただまあボールダッシュとやっぱり、うん、でも高いな、ブスケツの方が、そうだいたい全部高いけど、でも大きくやっぱ上回ってるのがスピード瞬発だわ、あブスケツは68-68という、まあ、そうとんでもねえ数字を叩き出してるからそうだね、そこだわ唯一やっぱり、 だからやっぱそこの差がでかいのかもしれない、あなるほど、ディフェンスのそのアンカーの時に、うん、あまりにもやっぱその
相手もね、何回も言うようだけど FP その戦国時代の中でそうだねトップの武将が来るから、まあ、武将来ますから、ね、うん、それを打ち取るにはやっぱりもうちょいスピードが必要なのかも。さあということでこちらサブアカなんですけど、ちょっとベンズマね出んのかなということで、せっかくなんでね、ちょっと前回もね何個もアカウント来たけど当たらなかったっていうことがあったんで、マジで入ってるんかと、うん、4つぐらい確認したろうかな来なかったら、お、いや違うよ、よいしょよいしょ、いやスペインでしょ、そうそうスペインは全然違うよ、国だと思ってた、住んでたここまでやってきてダメだなこれ、何だ分かんねえけど、3回中1回の3回中ったら1回ダメだなって、お前スペインの風が吹くよ、お前吹かして、あーパエリアパエリア生き物さん、これ言ってもいい、パエリアパエリア、おはい、さよならえマジ、いやでもイッツめっちゃ来るじゃん、え、いやーマジか、ファイブカード、あー今回、来ましたよ、こんにちは、動画してくれてありがとう、よいしょ、動画してくれてありがとうな、俺がこのヒゲがおかかの部分、そうそうそうよいしょ、ダセーな、ベンズム、このユニフォーム、まあこれユニフォームはさ、もうしょうがない、売り出のね、うん、ライセンスが、まあ紙データ入れればまあいいですから、まあ俺らは紙データちょっと入れてないんですけど、いやいいよね、ミランに行きます、いやいいね、ベンズマちょっと使いたいな、い能力強いよ、見てよめっちゃね、ボルコン99だよ、決定力も88まで上げてもらって、で90乗るんじゃない、そうだね、うん、でまあ持ってるスキルも結構いいんでね、これもあんま勝てないのかな、ラインブレーカー A ですから、育てやすい、あでも89かも、40ってことははい、ということで右側がベンゼマで左側がロベルト・フィルミーノということで、同じラインブレーカーなんですけど、総合値ではベンゼマが2位勝ってると言った感じ、やっぱすごいですねこのボールコントロール、うん、フィルミーノもすごいけど高いで、やっぱグランダーパスもフィルミーノすごい、グランダーパスいいけどベンゼマ高い、オフェンスセンスよ、うん、すごいよな、決定力はやっぱ1負けてるかな、グランダーパスでさえもやっぱ勝ってる、うん、FP フィルミーノと比較なんですけど、スピードもね、まあ、80、86あったりとかするんで、まあ、間違いなく強くはなっていると、スタミナ意外と出んだな、ベンちゃん、ベンちゃんないっすね、でワンタッチシュートとか、まあ、持ち物はちょっと、まあ、向こうの方がいいかな、ワンタッチシュートチェイシングとかあるんで、まあ、でもベンでもドロップシュート持ってたりとかもするんで、まあまあまあお互い様と、いってらっしゃい、さらっぽ